めることになりました。3人とも。なんかシミサラさんの顔が切れちゃう。高校生。いいわ。バイバイ。バイバイ。あらら、来た？お疲れ様です。バイバイ。バイバイ。ゆげゆげ。リーナちゃん入れる？こしょ。イエーイ。やっほー。高三コンビ来た。あ、高2。高2だよね。高三。こんばんは。こんばんは。え、最近ね、2人と仲良くなったんですよ。立ち位置が近くて。いっぱい話すよね。話します。でも、清澤さんは、うん、ちょ前から結構。あ、確かに確かに。結構めっちゃ話してて。私はこれ聞くけど。え、ゆいにゃんはもうめっちゃ最近話すようになった。昨日とか。え、そうそうそう。昨日とか。紹介してみてください、だって。リエチもユイニャンもでもなんかほんわりしとって優しいって感じだよ。らしいよ。ほんわりしますか。え、でもなんか JK って感じもする。嬉しい。でもあとちょっとで終わっちゃいます。ねえ、悲しいよ。あれ、なんかギフト新しいのある。え、サラの第一印象どうでした、2人は。え、でも私初めて会ったのがフィッティングの時なんですよね。あ、そうそう、衣装合わせの時に初めて会ったね。そうなんです。話したよね。話しました。ちょっと話したよ。ちょっと話した。え、結局誰だったんですか、あの審査屋さんを。え、わかんない、サラか。え、でもね、え、なんかその時に、で、間違えたかどうかもわからないよ、なんか。うん、誰だろう。 え、いつあったんですか、フィッティングのリエチが来る前におった、うん、あ、来る前。IOGR 誰かな。そうだね、IOGR だね、あれはね。最後が確かに。え、でも何人もおった部屋に。そうそうそう。あ、そうなんですね。そうなんよ。誰だろう、わかんない。とりあえずデート引いたのはセーフ。え、もう全然そんなあれですよ。もう申し訳ない、そんな評価を下げてしまってたら。もう全然、あの、本当に全然大した話じゃないので。ごめんなさいよ、こんな大ごとに。なんか切り抜かれちゃったんだよ。え、ですよね。え、そう、じゃけもうめっちゃ広まったよ。ごめんなさい、本当に。 それでコメント来ました。もしかして、もう、違う違う、だってその時喋ったもんね。ハロウィンなんだ。あ、ハズレ。あら、かぼちゃん、ありがとう。ありがとう、ギフトみんなありがとう。ありがとう。先輩と配信なんて初めてしました。イエイ。私も初めてだ。イエイ、初めてよね。あ、じゃあ下一個ずつスクショタイムする。あ、そうですね。じゃあユイナもこれ。ユイニャン来れる？うつろ。パシャ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 。イエイイエイイエイ。めっちゃね、みんなでも汗かいて、もうぐちゃぐちゃになっちゃってるけど。オッケー、オッケー。じゃあ次真ん中来れますか。真ん中。オッケーかな。オッケー。じゃあ次。上しょ。取れた。多分。イエーイ。熊根パパさん、コウマリありがとう。みんなもギフト読んでこう。ギフト。山勝さんもありがとう。ミータさんもありがとう。逃げ目太さんもありがとう。アキマンさん、クマありがとう。マクさん、ルミエさん、ミータさん、コウマリありがとう。ワンタさん、トラサポさん、コカヤさん、クマちゃん、パパさん、カボチャありがとう。なんか面白いですね。エイタさん、コガヤさん、モモジロワスタさん、たくさんコウモリありがとう。ありがとう。斬新な並び。え、そう？そうかな。でもなんか同期っぽくない？ちょっと。その同期っぽい。え、先輩ですよ。先輩。そうさ、同期って感じする。2人めっちゃ。ちょっとちょっと。みさみさ、かわいい。いいいい。お腹すきました。やれ、ね、うん、みんな夜ご飯食べてないよね。食べてない。買って帰ろ。え、自炊するんですか。自炊はしますね、割と。しますしますよね。します私たち結構しますよね。そう、すごい。一緒に食材買いに行ったりする。すごい。やっぱ3軒ぐらい一緒に巡ったんです。え、何が作れるん。え、わかんない。どう作れる。最近作ったものなんかある。自分はよくお鍋配信してます、うん、お鍋配信。お鍋作る配信してます。何鍋、普通の。
あ、でもいろんなの作ります。この前はキムチも作ったし、うん、豆乳みたいなやつも作りました。え、リエチの家行きたい。え、今度来てください。え、なんか鍋パーティーかたこ焼きパーティーとか。え、たこパしないよ。たこパしよう。たこパしよう。絶対しよう。約束ね。うん、え、ゆいなは？なんかゆいな、作るの？あの野菜のやつ気になるんだけど。野菜の行方が。野菜2日か3日でなくなったセロリは。え、早い。そう、なんかセロリ大量に買ったんですよ。はずい。セロリって何に使うんって感じ。確かに。ね、なんか赤ちゃんみたいなのにさ、そんなしっかりしとるんじゃね。しっかりしてますよね。赤ちゃんみたいな。最初の方も言われてなかった。え、赤ちゃんみたい。ほんまに赤ちゃんみたいだよ。赤ちゃんみたい。かわちい。いや、17ですよ。え、17？ 17です。あ、まだ17。まだ17なんですけど。セブンティーントリオって書いたか。セブンティーントリオ。ティーン。え、シミサルさんいつでしたっけ？2月12日です。え、バレンタイン。6年生まれですよ、ね。そう、6年生まれ。え、6年生まれ？ 5 年生まれ？ 5 年なんですよ。あ、そうなんじゃ。え？あ、そっか。6年生まれ。生まれだから。そうなんよ。え、でも11月3日で18なんですよ。え？誕生日じゃん。そうなんですよ。卒婚の日だよね。ゆりさんの卒婚が。なんかあるな、絶対。え、私も予想してる。絶対、いや、違う、もう 100% やわ。逆に自分が、じゃあここでとかやったら逆に気まずくないですか？え、違うよ。それ終わった後に。あ、そうですね。私もそれが。まあ、でも、やだ、もう忘れてほしい。なんでよ。大事、大事。大事。じゃあサラ1番に行く。あー、1番は無理か。充電が。何をですか？お誕生日おめでとうですか？うん、え、嬉しい。言いに行くから、はい、家まで飛んでいくから。待って窓開けて待ってきます。そうなんだよ。シミサラ先輩やんって来てます。そうやで。でもね、え、もうため口で喋ってほしい。え、ダメです。言われてない。なんで喋ってほしいよ。あらま、あらま、あらま、あい、こんばんは。もう3期生みんなでも面白いよね。え、そうですか。え、なんかさ、陽キャって感じじゃない？陽キャでもよく言われる。え、陽キャって感じ。なんか学生感強いってある。うん、めっちゃ陽キャないよ。部活。え、そうなんかね。めっちゃ陽キャ。え、それめっちゃ笑います。あの部活っていうか、なんか学生感強いって。え、そうクラスのような感じで。それいいことですか？え、うん。和気あいあいとみんながさ、確かにすごく仲いい。仲いいね。3期生仲いいね。めっちゃ。え、仲いいよね。うん、嬉しい。なんかお泊まりとかするんですか？え、する？頻繁？そうなんじゃ。泊まりに行ったり泊まりに来たりみたいな。そうなんですよ。そうなんじゃ。あるね。結構みんなでよく夜練習してます。おお。わい。2期生さんはどんな感じなんですか？え、2期生はね。いや、でも3年経てはもう無言の時間も耐えれるけ、逆にみんなスマホとか始める。なんか気使う必要もなくなってって感じ。でも3年って長いですよね。うん、長いよね。みんなでサラピの家に泊まりに。いいですか？サラピは絶対行かせてくれるよ。え、そうなんですか？前のお話し会の前日とかもその前行った。絶対行かせてくれるよ。なんか優しい。入れてくれなさそうです。そんなことないですか？なんか泊まりに来てって感じよ。かわいい。そうなんですか？いいよ。うん、リーチ1円。しかもお洋服とかもめっちゃ、あの、全部あげるよとか言ってくれる。え、コスメとかも。佐々木さんからお洋服もいただいたんですよ。うん、あ、そうなの。やばい。それ着てさ、スレッズ撮ってたよね。あ、そうなんじゃ。そう。お気に入り？お気に入りです。かわいい。さなぴさん。優しい。英語のコメントがある。すごい。え、そうなんよ。多くないですか？インドネシアの方がいっぱい来てくださって。すごい。そうなんですよ。シミサラさん、なんかツイートも英語の時。え、ツイート見てくれとるん？え、なんか見てます。あ、見てます。すごい。英語わかんない。そう、英語でよく。え、英語得意なんよね。得意じゃないです。リンちゃん賢いよ。賢いよ。Good night from Indonesia.清水&フレンズ。清水やばい。やばい。
面白い。アンドフレンズアンドフレンズイエーズフレンズウケる。今何分ぐらいかな。ちょ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 46分。何分に始めたの。何時に11分。じゃあ15分経ったら誰か、あ、そっか、なんか出る気がします。多分今何日ぐらいやっとるん、毎日配信2人は。昨日で200でした。おーすごい、おめでとう、おめでとうです。すごい。何日ですか。多分2日とか。え、そうなの。あ、6日らしいです。6日。2日やね、大違い、3倍やん。そらね、160何日だったと思う。え、すごい。でもそのくらいだよ。え、どうしたら100日行きますか、本当に。でもね、寝っ転がりながら配信してる。そうなんです。そう、うん、続いた、一番続いても30何日とか。あ、そうなんだ。続かなかったです。ベッドから配信するのはとても楽しくて良きです。あ、いいです。え、寝ちゃいそう。そう、寝そうになる。ほんまに寝そうになる。そうなんよ。100日目指したいです。え、いけるよ、絶対。いけます。100日って3ヶ月ちょっと。うん、3ヶ月ちょっと。毎日？うん。すご。でもなんか忘れちゃってさ、あーってなるよね。あ、なります。もうなんか、あ、もう時間が間に合わなくなっちゃった。間に合わない。なりますよね。そう、それがね。そう、なんかレッスン終わって、うん、帰る時にはみんなまだ話してる、自分話したいな。え、わかるわかる。でも配信があるって揺らぐよね。なるんですよ。じゃあ今度からここでやりなはれ。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 そう。いつもみんなの誘惑に負けちゃうんで。やりなはれ。やりなはれ。いいですね、ここで。ここで配信するの初めてなんです。私も初めて。こうよ、いいくない？しみちゃん、こんにちは。こんにちは。シミサラは基本寝ながら15分です。めっちゃ怠惰な人じゃん。やだ。もうやめてください。寝ながらってやばい。やばいよね、寝ながら。やりなはれ。やりなはれ。え、二人はさ、兄弟いますか？います。え、当てる。はい、当ててください。お姉ちゃんでしょ、絶対。違います。待って、弟？弟も違います。え、何？お兄ちゃんと妹がいます。うん、話しよ。うん。え、でも昨日話しちゃったけど、絶対妹って思ったけど。長女で。長女なの。可愛いね。え、ゆなって長女だっけ？長女で一番。めっちゃ意外。あれ弟？弟ね。あ、弟か。可愛い。もう可愛すぎる。そう、可愛いな。平塚さん10ありがとう。え、しみさらさんは？さら何だと思う？え、一人っ子。ブーブー、みんなに言われる。お姉ちゃんがいる。うん、妹。そうなんよ。そうなんですよ。え、めっちゃ一人っ子かと思ってました。それは悪口ですか？悪口じゃないですよ。自由奔放って言いたいでしょ。え、でも自由のいいことですよ。そう、そう、はい、確かにね。個性ってことで。自由なのはいいことや。はい、あとサブちゃん。え、なんで知ったん？すごい。昨日コメントで来たんですよ、サブちゃん。サブちゃんって、はい、なんかサブちゃんの話したって来 て、うん、サブちゃんってなんだろうって思って。え、なんかおる？ペットいます。何？鳥。え、鳥だよ。違う違う、文鳥かと思ったけど違う。文鳥文鳥。え、犬？犬です。え、犬2匹飼ってる。お名前は何ですか？アメちゃんなんです。アメちゃんと、うん、もう1匹はシークレットなんです。え、シークレット？発表したくない。超やばい名前。やばくないんですけど、ちょっと秘密にしておこうって思って。いや、絶対配信終わったら聞こう。え、配信終わっても言いたくないやつ、うん、配信終わったら全然いいです。あ、オッケー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 。気になる。え、これ10って何ですか？ありがとう。え、173日か、サラ。ありがとうございます。ありがとう。嬉しいよ、173日も。15分経ちました。ありがとう。本当だ。え、なんで秘密なんですか、うん、その理由は。え、なんかママからダメって言われてるんですよ。あ、そうなんだ。そうなんや。名前なんだろう。6日おめでとうってしょぼ。さん、ありがとう。じゅう、じゃあそろそろ配信ランキング読むか。はい。12バーでですか、うん、全員。13位ヨシーさん、12位タツオジさん、11位セヤマッチャさん、10位チューチャーさん、ももちゃん、ランナさん、塚本さん、8位おやじいさん、ももさん、6位マモルさん、5位マネパパ
さん、ポスターさん、3位ニータさん、2位アキマンさん、1位タイムファイヤーさん、ユミさん、ありがとう、6位ホクマンさん、ありがとう、5位トマドンさん、ありがとう、ヤマシネさん、タカヤさん、ありがとう、3位ザンド、サトさん、ありがとうございました。1位マッツさん、ありがとう。すごい、クマネパパさん全部のところにいる。クマネパパさん全部のところにいます。わー、すごい。クマネパパさんに、着物やな。球道大学生さん、じゃあ、はい、ありがとうでした。ありがとうございます。小田谷さん、ありがとう。じゃあね、ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。